乗らないけど。ラウンド1ファイト。あーバーストシールドして攻めていくのはマサのクレワルク逃げて、おっと2ヒットジャンエカウンターさせていくのはカンナのハーフシティ立ち当たらないさあ体力少ないクレワルクが攻めていくゲージを吐いて攻める2段中段出なくて見え暴れ一本取ったのは神田さんのクレーあハーフスキエイカーバックして読んでガンダッシュしっかりコンボでエイカリングなんかボタン押しちゃった感生食い投げしっかりコンボ1300あと当たっちゃって、ギリがどうすんの投げる勝ったのは神田さんのハーフ式これに懲りたらおとなしくしてくれよあんまりこの目は使いたくない誰か実況やりませんかなんだなダウンドワンファイトこれは前方中堅戦はい前方中堅戦1匹がカンナのハーフ式カンナじゃないですね朝空さんのハーフ式対2匹側は、赤レンのレンあこれにね赤レンがね3立てするかどうかで関東最強俺が組むかどうかが決まるかもしれない重要な一戦ですね俺が負けたのはあれはしょうがないあれはあれは抜きにして赤レンがこの3人をどう倒すかえ神田の式は2位通したところに先スパで赤レンだこれ3取りから赤レンのコンボ決めて画面端受け身からずにジャンプ B ワセラーで避けるこれ眉毛を投げてカンナ式の置き攻めこれはバンカーで避けてエフルル当てて若干明るい有利ここで立ち回りからの低空フルから拾えなかったがバックステに低空ジャンプにシールを刺して1本目取ったのは赤レンのレンカンナ勝てない勝てない後がないさあ1ラウンドは取りたいところさあここでカンナの画面端おっこれしっかり CBBC 指揮使いっぽい拾いから画面端をわざわざ逃して中央機攻めこれは功を奏して明かりの体力がすでに2割弱そこでジャンプ C から A 切りこれは使ってさあ立ち回りアカネが走って画面端に投げからおタッチこれはてくるかてくるかはい余計なことするからですねはい
余計なことして画面端に連れてかれる赤レン。立ち前 C から、はい、固め 2A から 入れっぱで赤レン避けて、これはなかなか見えない。赤レンのターン、受け身狩りから猫コロケスセッチ、立ち B これはガード、そして再び立ち回り、赤レンが走るが前に入れてしまったところ、ジャンプシーンが殺せたのに殺さないカンナ、これがナメプレ。このタッチは爆水避けて、さあ立ち回り、おっうまい今のジャンプ、カウンター取って取り返すカンナ。さあこれは分からなくなってきたぞ、さあカレンカンナ式に負けてしまうのか、まさかまさか、はいはい3300、いやー高いコンボですね。これ赤レンが逆襲、はい、テイクエフルから黒猫、これはよく釣れた、裏からタッチで、これハイジャンプから、さあ勝利読みか、だが画面端逃さない、赤レン逃してた、赤レンマックス、ここは受け身狩り、これは赤レンしっかりと受け身狩り、さあコンボ決めて、前ジャンプが出なかった、コンボミス、さあカンナここから巻き返せるか、させてバンカーからの表裏にもなってないが、しっかりとガードさせる、そこで猫ロケは様子見、さあジャンプ西派生で立ち回る赤レン、さあカンナもジャンプ A とジャンプ C を使い分けて立ち回っていくが、ここで捕まってしまい、おヒットワグニーからしっかりコンボを決めて勝ったのは赤レン。さあ次に出てくるのはブブネロ、あブブさんならさすがにレーンには勝てる、ブブさん、ブブさん勝てますかね、出ましたブブの、勝たなきゃダメでしょう、赤レン舐められてるよ、ブブさんの勝たなきゃダメでしょうが出たの、赤レン冷静に流した、赤レンネロは大丈夫発言、これは大丈夫か本当に。さあ 1P 側はブブのクレセントレーン、 2P 側赤レンの今度はフルレーン、さあ鏡設置からジャンプに引っかかってしまう、ブブのジャンプ B からのコンボ画面端、これから消化図、おおなんと A しかを空中シールドから取った、赤レンこれは若いですね、なかなか若い。さあ EX カラスから、はいブブ崩し、はいブブ崩し、あ何そのコンボ、ふざけんなよ。さあネロがすごいコンボして、さあエヘビから赤レン逃げれたと思いきやジャンプし引っかかってしまう、で画面端からブブ投げ、ネロはいかんだろう。さあ1分半前に言った言葉を180度覆す赤レン、おここで後ろ B がカウンターから流れを掴んだ、流れ掴んでない、はいジャンプ C が引っかかって流れを掴んだのブブ、これテイク EX アーミーから邪魔をする、おうまい今の2C まで読んでた赤レン、コンボ決めてハイジャンプからブブの解放が通り、はい鹿設置、さあ赤レンここ逃げる、で EX カラスを出して、しかし赤レンしっかり逃げて、さあ赤レンは赤レンで攻めのきっかけが欲しいが動物が邪魔をする、ここで西を警戒したがブブはそれすら読んでた、アメ西1個決めて、さあこれはすかし 2A はガード、ジャンプ B からヘビー、はい、ブブ崩しはコアガード EX カラス、これはダッシュで避けて、さあここでまた立ち回りと思いきやブブが手だから捕まえる、立ち B しか、これはブブ読んでた、さあワニさん、ワニさんが強すぎる、さあシールドからうまっ、ちゃんとしゃがむシールド入り直した、ここでミニキャンして体力回復と、立ち B 読んだがコンボまで決められない、さあ画面端を固め、おーブブはタッチしっかり決めて解放、サメタッチがワニさんが引っかかって、い
やはり赤レーンフラグを立てて負けてしまった。さあ有名人の面目を保つブブー。獅子武前とし意義はもう。さあだがしかし 2P 側は次も有名人のキリア。さあ先ほどのペプシ攻撃をさあいかに有効に使うか。キリアはシオンですかね。いやベジータをしよう。おお、キリアはフルベジータを選択。私に、ね、ダウンのワン。なるほどね。これは彼に負けたよ。そう言ってる間にさあ ベジータのキリアが中段を通して、はい、投げからさあ受け身は取らない。これブブが西ブブが西で切り返す。 B しか設置からヘビ設置。そこでブブがまた空中仕掛けて垂直ハイジャンプはしっかり出る。空投げ EX カラスの黄金連携からブブ崩し、これはしっかりとガード。ガードからハモキにまでしっかりガード。おこれはしっかりと暴れた。キリア解放読んで画面端サメジャンプしもうやめて、はい、EX スライヤーで締める。さあここからキリアどうする。おーキリアがどうするというよりもブブがどうにかしてしまった。リバサジャンプ A でターンを取り返すが銃が久々に役に立った。1本目取ったのはキリアのフルシオン。2ラウンド目さあ開幕取ったのはキリア。さあ画面端の固め、これはブブが暴れる。さあ B シカで状況有利取って画面端さあかぶせてエースのガードからキリア、ここで割り切った昇竜。さあ銃は前ジャンプよけて、おこれは確認できなかった。おっとワニさんで愛嬌を取りつつジャンプ CB 投げから銃。さあこれ立ち回りに戻ってそこでジャンプ C をジャンプ B で潰すキリアシオン。スライヤー決めて攻め、ここは上レッパで避ける。さあブブここでワンコンボ欲しい。さあヘビ置いてさあ攻めるブブ。ヘビからこれは西を避けた。西の隙にしっかりキリアが逃げさして勝ったのはキリアのフルシオン。さあ後がなくなったカンナシネチーム。さあなことないよ。さあ一匹側のカンナシネチーム対象はハト、アキハ、赤アキハですね。さあカンナシネチーム後がなくなりました。カンナシネすぐに終わらない。ダウンド。あーこれは新ステージが出た。これはハトが勝てないと言っている。さあ始まった。これはタッチでコンボいけない。ハトは赤手。さあここで何かカウンター。そキリアはハーフシオンですね。これはさあ BA テグラコンから距離。おーっとこれはハートしっかりガード。おーキリアがおおおおおビーグラから距離かな。はいこれはファジーでハートは切り返す。少ないからキリアガード。これインキャンから回復。さあモミジループコンバージョンになってもあんなできるようになってもみじループだが、まあ難易度はなかなか難しそうである。これはためつけ、おヒット。これはおこれはよくつないだ。ジャンプし、これは届かない。さあ再び立ち回り、ここでジャンプへ引っ掛けるキリアシオン。さあハットが逃げつつもチャンスを伺っている。さあくぐりからのタッチ。おやっうっそー、ちょっとパーク地対空を狙った立ち絵がジャンプシーンの裏あたりに負けてしまった。さあ1ラウンド取るはキリアシオン。ここで
が東山のスライスライヤーで降りたのが運の月といったところ。コーラかけた因縁の対決。確かに確かに。さあコーラ中断消えてくるから、あ、補正切れ久しぶりに見た。あったなそんな文化。これ画面端切りや。お上入れパトゥーシから距離、これは見えない。やはりコーラの呪いか。負けたのはカンナシネチーム。速さで私たちにかなうものは存在